マトセイ兵のスレイブ12話ミニコメンタリー。負けられない理由もある。八雷神でも四国闇を使った戦いが得意さ。ライデン、我は炎と雷槌を使う。上流、強大な力で戦う。三人揃って八雷神。あはは、5人も足らないのは豪快だね。この場にいないだけだ。いつか我らは八人揃う。だから貴様ら忍と言うな。我らは烈気とした神。神の数え方は中でいい。ちなみに正式名称はヤクサ雷槌の神だ。ま、八雷神でいいがな。ライレンの声に驚いたって人多そうだな。しみじみと何を言っている。コメンタリーだっけ。やってあげるよ。神がやるからね。神コメンタリーにしてあげる。四国は頭がいいからな。まあね。でも上流だってできるよ。何か一つ豆知識を披露してあげて、うん、私たちは生まれ持っての神だ。元人間ということはない。いいね。一体何から生まれたんだろうね。で、12話なんだけど、人間の中に面白いやつがいたね。人間の男なのに活躍していたな。ちょっと面白いよね。珍品として僕のペットにしていいかい、ライレン。廃れ者は滅ぼすのが我らの役目。だが数人程度ならまあ良いのではないか。あくまで我の意見だがな。私も構わない。別に人間が憎いわけでもない。ただそういう役目だからやるだけだ。僕も結構人間好きだからさ、ちょっとは残しておきたいんだよね。弱き廃れ者だというのに甘いな、お前たち。神の愛ってやつさ。調子に乗るなよ、八雷神。ん、お前は魔防隊7番組組長宇禅京か。お前たちは私たちが倒す。四国たちに手出しはさせん。まあまあ、ここで戦うこともないよ。いや、戦う。お前たちは殲滅する。一人でいいのかい。もうすぐ組長たちが集合するさ。あはは、これからは僕たち八雷神と魔防隊の組長たちとの戦いになるね。戦いになれば見せてやる、フルパワーの我をな。他の八雷神もね、とっても強いんだよ。魔防隊の組長たちも強いさ。負けん。まだまだ物語は終わらないと言いたげだな。いいだろう。廃れ者たちが神を相手にどこまで戦えるか見せてみるがいい。一本角を倒し、私の復讐は終わった。だが、その一本角を生み出した的をどうにかしない限り、また悲劇が起きてしまうかもしれん。何より人を滅ぼすと言っている神を放っておくわけにはいかない。闘志ギラギラだね。君のところの親分、魔防隊総組長は割と的を資源として利用したい考えみたいだけどね。ならば私が総組長となればいい。12話で予告した通りだ。私たちの戦いはこれからだ。ヒーローになるまでの物語だ。